だ誰だダサいって言ったのは。いや、こんなかっこいい音楽の中でパチン合ってたでしょ。番組の顔を務めるのはこの方、大泉洋さん。さあ豪華な顔ぶれですけれども、だ誰だダサいって言ったのは。いや、こんなかっこいい音楽の中であんなピース2回前へ後ろへやった人初めてですよ。なかなかないね。バチン合ってたでしょ。ダーンダーンダーン。ありがとうございます。合ってはいましたけどね。決まりました。さあ、で、みやびさんの、ファイヤーバードね、先ほどご登場の時にも聞いていただきましたけども、はい、ほんとかっこいい、この楽曲に合わせて、番組内でも大泉さんの登場シーンでね、はい、このファイヤーバード流れて大泉さんが登場って、はい、もうめったに見られないかっこいい姿、まあ、僕の登場どうでもいいですけどねあれ。いや、でも本当にあれ決まってましたね。ね、どうですか、みやびさんから見て、大泉さんの登場シーンどうですか。いや、今度ちょっと海外ツアーも行くので、うん、いつか海外で一緒にパフォーマンスできたらなと。あ、そうですか、はい、いや、嬉しいな。あの曲かかって僕は登場するだけなんですよね。マスク持ってそうです。で、海外でね、撮ったところで聞いてなかったんですよ、うん、はい、ファイヤーバードが使われるってことを。そうなんですね。そうで、リハとかで最初日になんか、まあ、かけてる BGM でかけてんのかなと思ったら登場の時はいきなり出てきたからあれ、これオープニングになってんの。そんなことあんの、聞かされてないとかあんの。知らなかったです。そうですね、まさか今日オープニングで2回ピース出すと思いませんでしたけど。鬼出さ黙ってろ。Who is behind the mask? 歌っているのは誰だ。すごい、出ると知ってても驚くな。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。